水村さんはある時ご自分の畑で不思議な石を見つけました。塩谷大学の先生にお見せしたところ、変わった石だと言われ、さらに東京大学の先生に調べてもらったところ、これが宇宙から飛んできた隕石だと分かりました。この長良隕石は岐阜市科学館で3ヶ月ほど展示されましたが、その時は皆さんに触っていただくことができませんでした。今日は私のこの前にあるこの長良隕石を皆さんに自由に触っていただきます。そして